地震によってこの大陸に新たな文化が栄えた。1520年代、ポルトガル人が大陸東部を探検するも、当時は香辛料を求める大航海時代だったため、ここには価値が見出せないとして、それほど注目を浴びることはなかったという。そして1770年にはキャプテン・クックがエンデバー号で東海岸に上陸し、この大陸をイギリス領として宣言した。そして、1901年1月1日にオーストラリア連邦が成立した。時は1930年代、1929年にアメリカの過剰投資によって引き起こされた世界恐慌をきっかけに、世界情勢は悪化の一途をたどっていた。我々が太平洋の秩序を守らなければならないのだ。太平洋の秩序を乱すことは絶対にあってはならない。我々はそう誓うのであった。さてさて、挨拶は省きましていいの。いや省くなよ。今回は全世界オールインをやっていくよ。アクセスが集中してるからか、なかなか画面が出てこないね。やっぱりオールインは人気なんだよな。やっと画面が表示されましたね。今回はどこの国でやろっかな。やっぱりやるなら大国だよね。やってないのも良いけど、前にやったやつもまたやってみたりしたいね。あ、ちなみに今回コラボです。ほう、それで誰とコラボするんだ。それは後で言うよ。さて、どこの国にしよっかな。やっぱりソ連がいいかな。さてさて、選択しようっと。よし、これでソ連に。え、じゃあやっぱアメリカにしようかな。いや、やっぱりアメリカ様。え、ソ連とアメリカに嫌われてて草。嘘だ。もういいです。わかりました、もうオーストラリア行きます。なんで。まあ、オーストラリアは場所的に攻められにくいし、生き残ったらそこそこ強いから、まあなしではないんじゃないかな。だよねー。だからオーストラリア行きます。お前絶対何も考えずにオーストラリア選んだだろ。まあまあ焦らないでくださいよ。置かれた場所で行きなさいって言うでしょ。置かれた場所で咲きなさいだろ。それじゃあ、早速プレイしていくよ。まずは内政をやっていかないとね。とりあえずユニットを生産しておくよ。そうか、今回オールインだからユニットの生産時間が短いんだな。そうなのよね。だからきっと終わるのも早くなるわね。ただ、問題なのは歴史的ラウンドと違って戦局がすぐに変化してしまうところかな。逆に言えば、劣勢でも逆転できるチャンスがあるっていうことね。今回のラウンド、なかなか楽しめそうだな。ところで、コラボ相手って誰なの？まあ大体予想できてしまうけどな。まず一人目はペペロンチーノさん。解説はいらないと思うけど、まあコールオブボーの実況をやってる人だよ。めちゃくちゃ鉄道じゃねえか。操作する国は日本だよ。今後アジアをめぐって対立しないことを祈るよ。二人目は通称エネさん。コールオブボーでは第一戦隊として名が知られてるよ。操作する国はドイツだよ。っていうか、この立ち絵って。三人目ハワイさんです。ちなみにうちのチャンネルの視聴者です。最近ゆっくり PV を作ってるらしい。操作する国はイギリスです。さてさて、最後はあのお方。マキサーアーニッさんです。は？いやー、このお方はすごいですよ。ほぼ毎日投稿登録者数が最近かなり伸びてる。動画が面白い、なんかラウンド入ってると声かけられて嬉しい。自己評価高すぎて草。最後心の声漏れてて草。とまあ、こんな冗談はさておきちゃんとやっていくよ。初期の軍隊はこんな感じ。歩兵系が13ユニット、軽装甲ユニットが1ユニット、軍需品が1ユニット、空軍が1ユニット、海軍が5ユニットとなっているよ。研究もしていかないとな。ここは無難に戦略爆撃機かな。一応生産できるようにはしておこうかしらね。そしてもう一個はどうするの？そうねー、潜水艦とかかしら？これも一応作れるようにしておくわ。敵輸送船団の奇襲に最適だからな。今後この潜水艦を有効的に使っていきたいぜ。マリサ、ワルシャワ条約機構とかいうふざけた連合ができてますよ。アメリカ、ソ連、カナダの連合だな。早速強い連合ができたな。さてさて、やっぱり産業も発展させないとね。このゲームをまだよく知らない人に説明すると、都市などの一部の領土では資源が取れるんだ。産業を建設することで、資源が取れる量を増やすことができるんだぜ。資源は建物の建設や、ユニットの生産、ユニットの維持費などに使うので、資源はあればあるほど良いのである。ちなみに資源は収穫用地が一番取れるんだぜ。今後オーストラリアがより強くなっていくためにも、産業の建設は必要不可欠ってわけね。日本でいう富国強兵をこのオーストラリアでもやっていくよ。さて、我が軍はついに戦争の道を新たに切り開くよ。オーストラリアの領土拡張では定番のニュージーランド攻略をしていきます。オランダに背後から隙を突かれたら終わりだけどな。まあ大丈夫っしょ多分。ほんとかよ。まあいけるいける。何かあったら諦めて降伏すればきっと許してもらえるよ。絶対残してもらえないやつじゃねえか。オーストラリアも他の連合に対抗して、新たに連合を作ったよ。そしてイギリスが入ってくれてるよ。いやーイギリス様様だねー。これでオーストラリアは安泰だな。お、ニュージーランドを大体制圧できたんだな。もうすぐで完全に制圧できるよ。ちなみに次は日本と一緒にオランダ侵攻するよ。ニューギニアだけもらうことになりました。日本は中国から沿岸部をもらったんだね。
今後の中国にどんな影響を与えるのかな。さて、それじゃあ最後にヨーロッパがどうなっているのかを見るよ。フランス、ポーランドの都市の一部と少しの領土がドイツのものになってるな。侵攻中に降伏したらしいね。ルーマニアも地味に併合されつつあるね。スウェーデンやスペインにも侵攻してるね。ドイツ強欲すぎわろた。イベントラウンドってこともあって侵攻速度がえぐい速い。さて、それじゃあ今回はここまでにしたいと思うよ。世界各地で戦闘が起きてて、いつ大国との戦争に巻き込まれるかわからないから、十分警戒しておく必要があるぜ。それではここまで。ご視聴ありがとうございました。オーストラリアと同盟を結んだ大日本帝国はついに大国であるアメリカとの戦争を始めた。彼らはドイツのように、異常な速さでアメリカを追い込み、日本海軍は太平洋での制海権を得ることに成功した。そして彼らは太平洋の島々を次々に占領していき、アメリカ本土にまで日本の軍隊が到着した。オーストラリア政府はここに来て焦りを感じるのであった。朝の方はおはようございます。お昼の方はこんにちは。夜の方はこんばんは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。フランだよ。さてさて、ついに日本がアメリカとの戦争を始めたね。日本軍がアメリカ本土に上陸して、どんどん制圧されているのがわかるな。このまま行けばアメリカに勝てそうだね。さて、前回言っていたように、オランダは日本と分割したよ。さてさて、今回も内戦やっていくぜ。デスクトップ版でやっている人はこうやってまとめてできるからいいよな。一気に建設や軍隊の生産ができるからめちゃくちゃ楽だよね。駆逐戦車のレベルを結構上げてるんだな。この時は駆逐戦車にめっちゃハマっていたからね。構成編成に組み込んでるけど、占領した都市の防衛もできたりするから割と使ったりしていたのよね。まあ、でもやっぱ基本は構成編成に駆逐戦車を組み込むことはあまりやらないんだぜ。駆逐戦車は防衛ユニットだからね。まあ、重戦車と比べて速さがあるから、その部分は構成編成に向いているかもだけど。そうそう、話は変わりますが、よく日本が第二次世界大戦で勝っていたらみたいなやつあるじゃないですか。私思ったんですけど、やっぱり日本が敗戦したから今の日本があるんだと思うんですよ。だからやっぱり史実通りがいいなって思うんですよね。お前炎上したいのか？ほんと、すぐに炎上する世の中だからね。変なこと言ったらしばかれるぞ。まあでも思ったことありませんか？日本が戦勝国となった世界も見てみたいなって。もし日本が勝っていたら国連の体制や常任理事国とかも変わっていたかもですし、今の日本も変わっているかもですし、そういうのは少し興味はあるなぁと思うんですよね。黙れ。あとさ、なんだよ。私今日2丁飲みながら優雅に冷房の効いた部屋でゲームをするっていう用事があるから動画早く終わるね。2丁ってなんだよ。2丁はまあ簡単に言えばお酢とジュースを一緒にしたようなものだよ。これを水で割ったりして飲むと美味しいんだよねー。パイナップルやイチゴ、マスカットやザクロなどがあるよ。結構美味しいからみんなぜひ飲んでみてね。宣伝みたいになっててくさ。まあ、それは嘘でちょっと外に行く用事があるからあまり編集する時間がなかったりするんですよねー。ほう、何をしに行くんだ？それはちょっと住んでる場所とかバレてしまうので言えませんね。まあ、今回あまりオーストラリアは進展がないし、早めに終わる予定だったけれどな。ドイツや日本と違って進展がないオーストラリアかわいそう。まあ、てなわけで今回はここまでを前半にしたいと思うよ。とりあえず進展としては日本と一緒にオランダを分割したことくらいだな。あとは多少軍隊のレベルや数も増えてるよ。マジで進展してないじゃねえか。とまあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。どうも皆さんこんにちは。しれっと下から出てくるな。いやー、たまにはおふざけ様相と思いましてね。字幕で見えなくなってるぞ。なるほど。それじゃあこうするしかないですね。ごめん。ちょっと何言ってるのかわかんない。嘘だ！ということで、今回は前回の続きだね。そうそう。前回の動画、本当はシャープ 1.5 にするつもりだったんだけど、なんかタイトルが 1.5 になってるのにサムネが2になってるとかいう意味不明なことになっていたので、絶対お前の確認不足だろ。はいそうです。あっさり認めちゃったよこの人。というわけでタイトルも2にしておいたので、前回のは前半じゃなくてちゃんと1個の動画です。舐めてんの？あんなので1個の動画とか舐め腐ってるだろ。というか、動画作るならちゃんとした動画作れや。あとお前毎日投稿とか言いながら今週2回休んでるんだが、ちゃんと仕事しろや。はい、次バテンデジだ。それで、今はメキシコに攻めてるみたいだけど、これってペペロンチーノさんがアメリカを攻めてるから、その隙にメキシコと米領メキシコを拝借してるってことでオケ？はっはっは、そうだけど何か問題でも？とんだクソ野郎じゃねえか。まあまあ、アメリカ本土に侵攻しないっていう条件でペペロンチーノさんに許可をもらってるから大丈夫だよ。にしても、少しずつ自国の軍隊が強くなっていってるのは嬉しいね。昔イタリアをやってた時に戦艦大量生産してた視聴者さんにフルボッコにされたからね。その人もオーストラリアだったし、その人がやってたことをやってみようっていうことだな。詳しくはパスセカを見てね。宣伝するな。いやー、にしても中国と日本めちゃくちゃでかくなってるね。アジアでは中国と日本が1位2位を争ってる感じかな。
オーストラリアもいつかは大国になれるのかな。周りが同盟国だから敵がいないし、地道に発展していくしかなさそうだね。見てください。こんなところにドイツ艦隊がいますよ。これは日本とドイツが対立しそうだな。メキシコが制圧できたから、今度はカナダに侵攻するよ。お前いろんな国に侵攻しすぎだろ。ドイツ語を良くすぎワロタとかも言えなくなりましたねこれは。カナダにまでドイツの同盟国であるポーランドが侵攻してきてるよ。おいおいマジかよ。これ、何かの拍子に軍隊が衝突したら。ポーランドとの戦争はドイツとの戦争に繋がるから、何としてでも食い止めたいところだね。っていうかですよ。日本と中国でかくなりすぎでね。日中両国でソ連にまで進出してるな。地味にオーストラリア軍も送っておきました。え、なんで送ったの？ユーラシア大陸にオーストラリアの領土が欲しいからですね。いやー、ペルシャとか欲しいけどなー。お前まだ領土欲しいのかよ。もう最大削除しただろうに。まあまあ、領土はあればあるだけいいですから。まあ、そうだな。どうも皆さんこんにちは。最近プライムビデオでアニメを見るのにハマっている霊夢です。アニメの中では恋愛系のアニメが好きかな。彼女をカリシマスや先輩がうざい後輩の話が好きなマリサだぜ。私はようこそ実力至上主義の教室へを見るのにハマっているよ。フランです。どれもいいアニメばかりだから、見たことがないって人はぜひ見てみてね。Amazon プライムだったら、最初の1ヶ月は無料だったはずだからな。さてさて、それじゃあ実況していくよ。まず、イギリスが我々の連合を抜け、連合に入ってる中米の国に宣戦布告。イギリスによって統治されることになったよ。そして、ドイツの勢力はどんどん拡大していき、ドイツの力は東は中東、西は北米にまで及んでいるな。一方で中国はトルコより東側の国を占領し、東側に広がるドイツの拡大を阻止することに成功したよ。しかし、少し前に事件が起きた。中国にいたオーストラリア軍とドイツ軍が衝突。オーストラリア軍はドイツ軍の猛攻に敗れ、全滅。これにより、オーストラリアとドイツとの間で緊張度がマックスになったぜ。この件に対し、中国政府はドイツに対して猛反発しているよ。また、ドイツとユーゴスラビアが同盟国であるポーランドを裏切り、本土を失ったよ。そして、オーストラリア政府はポーランドに対してオーストラリアへの亡命を提案。ポーランドはこれを承認し、オーストラリアの一部領土をポーランドに引き渡したよ。あとは日本がアフリカでの力も強めてきていることくらいだな。我らがオーストラリアも、だいぶ領土を拡大できたし満足だよ。失礼します。なんだね君は。ノックもせずにすみません。急な用事だったので。それで、一体どうしたんだ？ついに奴らが動き始めました。奴らは大量の軍を率いて、越境してきました。そうか。ついに始まるんだな。直ちに戦闘準備に行こう。核兵器の配備をしろ。ということで、ついにドイツ、ユーゴスラビアとの戦争が起きてしまったね。陣営としては、ドイツ、イギリス、ユーゴスラビアの連合国。対する同盟国は、中国、オーストラリアの同盟国だぜ。日本は中立になっているよ。明らかに敵の方が軍事力はありそうだね。まあ大丈夫だよ。こうやってやれば、我々が初めて核兵器を使う時が来た。核兵器をすぐ使おうとすんな。ああ、撃ち放っちゃったよ霊夢さん。安心してくださいよ。まだまだたくさん核兵器はありますから。そういうことじゃないだろ。結構ガチって核兵器製造しまくってるんだな。これは中国政府の要請でもあるからね。希少な物質を何万ももらっているよ。中国としては、オーストラリアの核兵器で自国を守ってもらいたいんだろうな。見てくださいよ。南米にてイギリス軍に核を落とすことに成功しました。これは大変だな。これ他人事じゃないからな。あとさ、なんでこんな楽しげな BGM なの？え、なんか画面暗くなったんだけど。ということでですね。いやどういうことで？今回の動画はここまで。え、あの今日新しい企画をやるのでは。ちょっと何言ってるのかわかんない。どうも皆さんこんにちは。最近リゼロを見始めてめちゃくちゃハマりました。ゆっくり霊夢です。七森さんが可愛すぎる。と思っているゆっくりマリサだぜ。東京リベンジャーズが面白すぎて3日で見終わってしまいました。不安だよ。さてさて、それじゃあ早速やっていくよ。てか、いつの間にかドイツやイギリスと終戦してるじゃないか。一体どういうことだ？ああ、それはね。昔々、あるところに、ドイツさん、中国さん、オーストラリア様、その他の国がありました。自国だけひいきすんな。その他の国もちゃんと言えよ。そうした中、主にドイツ、イギリスの陣営と、中国、オーストラリアとの陣営の間で戦争が起こりました。オーストラリアである私たちは核の製造を本気でやっていたので、ドイツやイギリスを中心に、多くの核爆撃機や核ミサイルで攻撃しました。しかし、そんな中ドイツから一通の外交文書が届きます。中国を裏切って、一緒に中国をフルボッコにしようぜ。というドイツのクソっぷり。これに対しオーストラリアは、しゃあやってやらー。というクズっぷり。ドイツはまだいいけど、オーストラリアがそれ許可しちゃダメだろ。てなわけで、こうなりました。どうしてこうなった？見事に日本が中国を吸収してるな。いやー、にしても核をめちゃくちゃに撃ちまくれて楽しかったなー。頭おかしいのかお前。
核をこんなにぶち込めた試合は今までなかったからね。そうだね。しかもオーストラリアでここまでできるとは思ってなかったよ。はっきり言って、お前なら初動で消え失せるかと思ってたぜ。ひどくない？とまあ、このラウンドは最終的にみんなで中国をフルボッコにして終わったよ。あとは、日本が単独で勝利したよ。さて、それじゃあ前回できなかった新コーナーをやるよ。その名も、今週の分子、政治のニュースを見てみようのコーナー。ということで、今回からいくつかその週にあった軍事や政治のニュースを国外、国内で分けて紹介するよ。まずは国外のニュースからだよ。サウジ、ロシア産燃料油の輸入量を倍増。国産原油を高値で輸出。だよ。これはロシアに対して経済制裁をしている国々はよく思わないニュースね。このニュースの背景には、サウジアラビアのアメリカに対する不信感が影響しているみたいだな。二つ目はこちら。欧州で40度超の猛暑。WHO。死者1700人以上。各国は連携対応を。だよ。このニュースによると、スペインとポルトガルだけで死者が1700人以上も出ているらしいわ。この動画を見ている視聴者さんも、熱中症には気をつけてくれよな。次は国内のニュースだよ。日本周辺の炉の動き。懸念を持って中止。中国の軍事動向にも警戒感。今年の防衛白書。だよ。最近ロシアと中国が日本周辺でいろいろやったりしてるからね。日本と中ロとの間での緊張感がより一層強まった感じがするな。さてさて、いかがでしたかね？今後もこのようなニュースを紹介していくから、何か紹介してほしいニュースとかがあればコメント欄に書いてくれよな。それじゃあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。